ホンダの米国部門は9月3日、改良新型シビックタイプ R、ホンダシビックタイプ R のリミテッドエディションを9月後半、米国市場で600台限定発売すると発表した。リミテッドエディションには、改良新型シビックタイプ R のすべてのアップデートに加えて、究極のストリートリーガルサーキットマシンを目指して、専用チューニングが施されている。リミテッドエディションのハイライトは、軽量化にある。足回りには、TBS 製の軽量単造アルミホイールを装着し、バネ、下しげ量を 8.2kg 低減する。シビックタイプ R リミテッドエディションに専用装着される軽量だが剛性な BBS 製20インチアルミホイールは複雑な鍛造プロセスにより高度な素材密度と軽量化を実現し俊敏性とスピードの理想的な融合を可能にしたという。また防音材を削減しリアワイパー、そのカバー、リアヒーターダクトなどを廃止した。これにより 12.7kg の軽量化を実現する。サスペンションはダンパーを専用チューニングした。コントロール性能とフィードバックを引き上げるためにステアリングにも再チューニングを施している。シングルピースのフロントブレーキローターは対フェード性を高め、バネ、下しげ量を減らしてブレーキ性能を向上させる目的で2ピースのローターに変更された。より対フェード性の高いブレーキパッドも採用した。ブレーキペダルはブレーキ作動する前の遊びをおよそ 17% 減らしダイレクト感を高めた。さらに新しいフロントブレーキシステムによりバネ、下しげ量が片側 1.1kg、合計で 2.2kg 削減され、乗り心地とハンドリングの両方のパフォーマンスを向上させている。ベース車両に対する軽量化は 20kg 以上に及ぶという。過去のタイプ R の限定モデルに敬意を表して改良新型シビックタイプ R のリミテッドエディションは専用ボディカラーのフェニックスイエローで塗装する。さらにルーフ、ドアミラーカバー、ボンネットのエアダクトには光沢ブラック塗装を施した。リアハッチにはダーククローム仕上げのシビックエンブレムが装着される。バンパーカットアウト部分にボディカラーのアクセントが追加された新デザインのバンパーを装備する。さらに開口部が 13% 大きくなった新デザインのフロントグリルを採用した。これは改良されたラジエーターとの相乗効果でターキット走行などでのエンジン冷却性能を向上する。ホンダによるとエンジン冷却水の温度を最大18度低下させるという。大型化されたフロントグリル開口部に起因するフロントダウンフォースのわずかな減少はバンパーの下に新デザインのフロントスポイラーを装備することで解消した。フロントバンパー両端には新たにリブ付きセクションが設けられた。インテリアには新デザインのアルカンターラ仕上げのステアリングホイール、スウェード製シフトブーツを備えた新デザインのシフトレバーが装備された。新しいシフトレバーの形状は1997年に登場した初代シビックタイプ R を連想させるものとした。このシフトレバーにはシフトフィールと精度を向上させるために 90g のウェイトを内蔵する。限定車であることを示すシリアルナンバープレートが装着された。ボンネットの下には直噴 2.0 リットル直列4気筒ガソリンブテクターボエンジンが搭載される。北米仕様の場合最大出力は 306HP、 最大トルクは 40.8kgm を引き出す。クロスレシオの6速 MT と LSD を介して前輪に駆動力が伝達される。ドライバーは3つのドライブモードとしてコンフォート、スポーツ、
プラス R が切り替えられる。選択したモードに応じてサスペンションの硬さ、ステアリングアシスト、スロットルレスポンスが変化する。新採用のアクティブサウンドコントロールは、選択されたドライブモードに合わせて室内サウンドを最適に調整してくれる。